ゆうこすもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回はいやちょっとね、私今めちゃくちゃお腹空いてて、ご飯を食べるモッパン動画でね、モッパン動画しつつなんかね、結構リクエストでなんか恋愛相談に乗ってくださいっていうコメントで多くいただいてたので、食べながら恋愛相談というあんまりお料理がよろしくないかもしれんけどやっていこうと思います。今ね、ウーバーイーツで頼んでんだよね。カレーを頼みました。北海道の素揚げっていうカレーがめっちゃ好きで、これを注文しました。というわけで恋愛相談のに乗っていこうかな。インスタライブしよう。インスタライブでみんなに質問を実際に募集しましょう。それでは、カレーを食べながらの恋愛相談動画になります。スタート。あー、届いた。お腹空いたよ。イエーイ。なんかちっこいスプーンがありました。ちっちゃな紅茶用みたいな。いただきます。スプーンがちっちゃいが、うん、うん、うん。ではインスタライブで答えていこう。こんにちは。今昼ご飯を食べながら、一気に1000人見てくれてる。マジありがとう。みんな見てくれて、うん、早速コメントあげました。彼氏と言い争いになった時にどうしたらいいですか。殴り合い。いやいや、それは嘘なんですけど、あのね、マジでいいのはね、紙に書く。紙に書きながら、なんで私が怒ったのか、どうやって改善していけたらいいのかっていうのを話し合う。仕事と一緒。うわっ、彼女いる男のキープになってます。だってダメ絶対。なんかそれで付き合ったとしても嫌じゃない。そんなことされちゃうよ。またそんな人の彼女になりたいなんて思わない。どんな人と結婚したいですか。だってどんな人と結婚したい。みんな、私はね、犬をちゃんと愛してくれる人と、ちゃんと話し合おうということをしてくれる人。人なんてみんな違うからさ、話し合いとかが大事やから。言葉通じる人はちょっと嫌よね、だから。出た、この質問。めっちゃ多いやつ。どっからが浮気ですか。だって。どっから、どっからが浮気って聞いてくる男の人はそれだけでも無理だけど。私はね、結構厳しいよ。内緒にされたらもう無理、それだけで。元彼とよりを戻せる方法。元彼とよりね、なんで別れたんだっけっていうのを改めて思い出した方がいいんじゃないですか。なんか理由があって別れてるんだろうから、改めてその時自分が悪かったなとか、こう話し合いの余地があったなみたいなのがあったら、話し合ってより戻したんでもいいと思うけど、元彼で売り戻していいケースを見たことがない。女子からガッとガッと行くのはどう思いますか。いいに決まってるでしょ。男女問わないよ。浮気されない方法なんですか。そんなん、もうこっちが誠実に生きてそれで浮気してくるやつ、こんなやつ知らん。こっちが浮気しなくて話は別だけども。ナスビが美味しそう。美味しい。お、好きな人ってどうやったらできるんですか。だって何かね、彼氏いないのとか言われて、結婚しないとか言われてとかあると思うけど、そんなのはね、無理しなくていいと思います。人にはいろんな事情があるのに、ズケズケ聞いてくる方がおかしいと言おうさ思います。周りからにどう言われたかとかじゃなくて、普通に好きな人が欲しいと思っている場合であれば、どうだろうね、いろんな趣味を増やしてみるとか、いろんな出会いも増えるだろうしね。うん、ゆうこすの好きなタイプは、なんかね、私ね、いろんな物事についてね、話し合うの好きなんですよ。今日のあれどう思ったとか、例えば映画見た時どう思ったみたいな話とか。だからそれが意見が全然違ってもいいんだけど、自分の言葉がめっちゃある人好き。僕はこう思った、ああ思ったみたいな。何食べてるんですか。カレーです。素揚げのカレー最高。1年ぐらい前に別れてブロックされて、連絡も取れない元彼が忘れられません。まあでも、なんでブロックされたんだろうとかさ、いろいろ思うとさ、まあ次の子にと普通にいいんだろうけど、まあ確かに病んでる時とかさ、悲しい時ってさ、視野がさ、もう狭くなっちゃうじゃん。だから視野を広げるために、いろんな人あった方がいいかな。まず趣味を増やそう。またこれに行き過ぎました。自分自身が元気な時に恋愛やるのが一番。恋愛相手でメンタルを保とうとしちゃあかんわ。長く付き合ってもキュンキュンしますか。しまーす。全然するよ。日々かっこいいもん。私の彼氏は多分モテるんだよね。なんかね、やっぱね、私モデル氏の条件はね、 YouTube でも何回かやったけど、日々なんか成長したりとか進化したりとかする人、自分と相手の気持ちを大事にできる人で、もう一個忘れました。なんか誠実とかなんか言ってた気がする。そういう人はずっとキュンキュンするよね。なんか常になんかやっぱさ、イメチェンしようとかいう話じゃなくて、新しい趣味始めてみたとか、考え方がちょっと変わったとかでもいいんだけど、ちょっとしたことでもいいから
日々進化してる人とか変化してる人は人間的に面白いから目がいっちゃうよね。私自身もそうであろうと思うもんね。同性どう思いますからっていいんじゃない同性ね。お互いも暮らしの中でもルールってあるじゃん。人によってねルールは違いますからね。それをすり合わせたり話し合えるきっかけになる。なんかそれが違ったから残念じゃなくてすり合わせられる会議ができる。旦那が優しすぎて素直に幸せ感じたいのに心配になっちゃいます。自分に自信がないからですかね。まあ、シンプルに自信がないからってのもあると思うし、そういうトラウマがあったのかな、まあ、こっちからもちゃんと行動なり言葉なりで誠実に愛を伝えていればもっと伝えたらどんどん自信が湧いてくるんじゃないですか愛してるの響きだけで強くなれる気がしたようですよ複数人の飲み会で好きな人をドキッとする方法は何ですか。なんだろうね。私だったら好きな人にされて嬉しいことを逆に考えてみたときに、みんなにももちろん優しくちゃんとした態度を取りながら、私だけに特別な態度、今仕草だったりとかなんか分かんないけど、あからさまに特別だよねみたいなことされたら、まあ、ドキッとするから、そうするのどうですか。好きって意識させたもん勝ちでしょ。もう何この質問。 DV してくる彼氏はどうですか。はい、ダメ。絶対すぐに、誰かに身近な人に相談してください。 DV にいいも何もないです本当に。浮気どう思いますか。もうなんで悲しい質問ばっか。ダメ絶対だけど最後の質問に答えていきたいと思います。食べ終わってきたんでねマンネリかなって思ったら何しますか。マンネリかなって思ったらマンネリかな。マンネリかって何。ドキドキしないってこと。まあでもそれはそれで一つの愛の形としていいんじゃないですか。なんか居心地がいいなみたいなのもあると思うし、とはいえ新鮮なものが欲しいなって思うのであれば、一緒に何か趣味始めてみるとか、どっか旅行行ってみるとか、一緒になんか始めてみるのはいいと思うけどね。趣味とか楽しいよ。ゲームとかモンハンとかやったりですか。どうですか。私今ハンターランク4まで上がりました。総研はい、というわけで、今回はですね、カレーを食べながらインスタライブしながら恋愛相談にみんな乗るっていうね、ちょっと謎な企画というかいかがだったでしょうか。私はすごく楽しかったですし、なんかやっぱね恋愛相談ってね私苦手なんですよ。苦手っていうかマジレスで返しちゃうんですよ。なんか DV 分かる方がいい絶対みたいな。それはでもそうだよね。 DV はそうだよね本ワーカーしてこう返せないから、なんか動画にして大丈夫かなと思いつつもスッキリさせていただきましたというわけで今回の動画がとても楽しかったり参考になったよーって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ごちそうさまでした